もう一人ここら辺に置くか。4人ぐらいちょうどいいだろ。もう一点集中ですよ、もう。一点読み。もういらねえかな。で、もういらないで爆発させて。あ、ここら辺だったか。ここじゃなかったな。こっちだったな。くっそ。ちょっとずれたな。こう来て、ここら辺ですね。ここら辺だな。くっそ。ちょっとずれたな。ちょっと左だったな。さすがにこれで入ってんだろ。来たぜ。気合でもルナハープ。もうちょい発掘してもよかったのかもしれませんけどね。まあいいだろう。結構いいの手に入った気がするんだよな。ヴィンセントの武器とか手に入った覚えがあるんだけど。ねえ。まあいいや、スナイパー CR のその必殺のね、コンボとかもやりたいから。で、眠りの森が目覚めたおかげで、先に進めるようになるんですね。マップが切り替わって新しいところに出ます。サンゴの谷。サンゴと、おっとびっくり。じゃあ、クジャタ使おうぜ。クジャタを使おう。血統心の石も無理せいったか。いいじゃないか。クジャタ下の方だな、ダンス。110、結構座れんな。あ、もう変化いらねえや。じゃあ、血統心、いや、まあでもな、召喚のバハムトも使えるから。まあ、そうだな、敵の技は、1個はクラウド確定だとして。まあ、ヴィンセントでもいいか。あれ？あ、なるほどね。全員ダンスしてんのね。時間かかんな、これ。トライディーザスター。これは雷属性の攻撃か。これが氷属性の攻撃の後、これが火属性の攻撃か。その後、クジャタがやってきて、地面を揺るがし地面攻撃みたいな感じか。2800なんだぜこれ。めちゃめちゃ暗いよね。もう3000近いよ。リミットブレイクの攻撃なんですか、それ美味しいんですかみたいな、そんな感じで嘲笑うかのような威力をしてますが、あれこの上いけなかったっけな。でもやっぱりベータが強いわな。こうなってくるとやっぱベータのそのコストパフォーマンスのコスパの良さが目立ってくるわ。だって周辺 P30 ぐらいで2000だからさ、やっぱ召喚獣使うよりこっちの方がいいよね。マジレス中になっちゃうけどさマジレス中になっちゃいますが。で、水の指輪だ。これが何気に重要だったりしたような気がするんですが、後々のな。まあこんな感じでガンガン敵倒して AP 獲得していきましょう。で、水の指輪だ、水の指輪。これだな。水属性の攻撃を吸収。無効じゃなくて吸収なんだよな。水の指輪な。これがまあ、そうだな。後々のボスにかなり有効なので、まあ今はいいか。後でつけようかなとは思うんですけど。お！来たね。治療、だから、ポイゾナから、なんだっけ？レジストになったんじゃ、レジストじゃ、エスナか。エスナになりましたね。このまたレジストが、また強くて欲しいんですけど、また4万稼がなきゃいけないからな。大変ですけど、まあ頑張りましょう。ケットシーが加入している今のこの状態で敵を倒しまくっとこう。もう見えてるね、忘れられる都が。何回も言うけど、忘れられる都で合ってるよね、俺ね。なんか、この時期俺の漢字の勉強になってますけど。ボーラルルトじゃないよね。ボーラルルトってお前。忘れられる都でしょうね。アイシクレリア。そろそろディスク1も佳境ですね。この BGM。ワン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 つってますけど、ここが、忘れられる都ですね。最短ルートなんだっけな。
右行ってみよう。ここは何回か来ることになるんで、これっきりじゃないんで、まあ、アイテムの取り逃しとかがあっても、問題ねえかなとは思うんだけど、まあ、ここにいるときにね、最低あのマテリアだけは回収しておきたいなとは思うんですが、これだ。これではない。これではないけどね。調べるべきこれ。古代種の言葉。ダメだ、俺にはわからない。エアレスじゃないとわからないんですね。ここだったかな？これだっけ？これじゃねえか。マガードアップ。まあ、これもこれで重要だけど。結構ここもね、古代種の神殿ほどではないけど、かなり貴重なマテリアやらアイテムやらがあったと思うので、どんどん回収していきたいなと思うんですが、敵が出た気がするんだよな、ここ。敵出なかったっけ？あれ？調べられなかったっけ？これ。無理か。ここだ。エリクサー。ここ止まれたような気がする。止まれた。ほら、運がええですわ。ええとこにベッドがあります。一眠りするか？あ、ちょっと待って。なんか奥になんかあるような気がする。ちょっと待って。待て、まだ休むには早い。ここで休むと、あ、敵の技ね。敵の技いるかな？もう、2個でいいような気がするが、まあでも3ついるか。メンバー分最低3ついるか。確かに。確かここで休んじゃうとシナリオが進んじゃうので、その前にいろいろ。まあカット入れてもいいんですが、回っておこう。ここか。ここもまあ後々来ることになりますが、まだ早いかな。そうですね。そろそろあのイベントが発生してしまうので、そうだな。メンバーは、クラウドゲットし、ヴィンセント。ごめん、ちょっと待って。俺ね、ちょっと考えることがあって、ちょっと待ってね。すまん。ここだけは、ユフィを入れさせてくれ。このイベントだけは。このイベントね、結構仲間によっていろいろな面白いって言うとちょっとあれなのかもしれないけど、いろんな反応が見れるんで。でね、まあ仲間によってはなんかおーってなる。結構いい反応したりするので、そのためにちょっとユフィ入れさせてください。つまり、そのイベントが終わった後すぐヴィンセントに変えるので、ケットシーはまあいいか。あのケットシーの反応俺実は見たことないかもしれないから、それはそれで気になるからね。せっかく実況してるので、なかなか最善の選択みたいなのを、ちょっとしたいなぁと思いますので。別に俺がね、ユフィー中だからとかそういう意味じゃないよ。そういう意味じゃないよ。勘違いするんじゃねえぞ。勘違いするなよな。決して俺がユフィー中だからユフィー入れたわけじゃないんだからな。言い訳をつ。そうだ、やっぱりこれで済むんだな。感じる。どないしたんですか？来ないな、時間に。なんかもう伊勢大阪弁半端ねえけど。そしてセフィロスも。ほんまですか、クラウドさん。どうしてそんなことが分かっちゃうわけ？理屈じゃない感じるんだ、俺の心が。それがほんまやったら偉いことや、早くエレスさん見つけんとあかんわ。早くエレスを探そう。敵は出てこないかな。エレスの声の聞こえた方向はあっちか？左の方に行けなかったっけ？こっちのアイテム回収してないんだけど。あ、行けんだよ。ごめん、ちょっと。こっち先に行かしてくれ。あ、ここにセーブポイントあったのか。ここでセーブしてもよかったな。調べている暇はないって言われちゃったよ。いいじゃないの、別に。マジカップ。セーブはまあいいか。別に。さっき外でしているから。ついに来るか。ここが、このイベントが。本当にね、結構俺昔の話ですから、何回もクリアしてるんですよ。このファイナルファンタジー7はね。まあでもね、何回もクリアしていても、ここはね、このイベントはね、何回見ても、なんというか、ファイナルファンタジーシリーズ史上で最も、心に残ると言われているイベントですから、まあ、ガンガンハードル上げてますが、ハードル上げても上げ足りないぐらいのね、イベントですから、
これか。ここだ、ここだ。ここにあったんだ。これだよ。隕石のマテリア。まさにメテオみたいなマテリアですけど。じゃあ、そうだな。あ！そうか。装備までやってなかった。ごめん、ちょっと待って。そうか。ヴィンセント。あ、でもセーブポイント合ってる気がするんだよな。ごめんごめん、俺がバカだったわ。これなんだっけ？あ、ここはまだ忘れられる都か。祭壇がね、あるんですけど。あ、あったよかったよかったよかった。ちょっと待って。ちょっと待って。あれがあるってことは、装備がここで整えられるってことですね。よし、こんな感じか。よかったよかった。特に問題なく映せましたね。隕石もあるし。まあ、ヴィンセントから必殺を抜いただけか。すまん、なんか急にぐだってしまって。申し訳なかった。これで問題ないので、このまま進みましょう。エーテル使うか。使っておこう。万全な状態で臨みたい。じゃあ、なんとなくセーブしておいて。セーブしておきたいな、ここは。ごめんなさいね。なんか重要なイベントの前なのに、こんなぐだぐだしてしまって。もうこんなことないように反省いたしますので。では、行きましょう。ここなんだっけ？まだ忘れられる都か。なんか水の祭壇かなんとかかんとか言ってたような気がするんだが、まあ祭壇なんですよね。そこにイエリスが一人祈りを捧げているんですが。またクラウドが一人おかしくなってしまうんですね。水の祭壇、やっぱり水の祭壇だったわ。ここでエリス調べて丸ボタンを押すと、なぜかバスターソードを取り出して、バスターソード持ってるクラウドをこうやって操れるのはこの時だけだったかな。結構貴重なシーンですけど、丸ボタンを押して一応いろいろ動かせるんですが、もうどうしようもないですよ。丸ボタンを押すしかないですね。で、丸ボタンを押せば、クラウド、ストップ。俺に何をさせる気だ。気にすることはない。まもなくこの娘も星を巡るエネルギーとなる。私の寄り道はもう終わった。あとは北を目指すのみ、雪原の向こうに待っている約束の地。
私はそこで新たな存在として星と一体化する。その時はその娘も黙れ。ごちゃ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 うるせえよな。この時のセフィロスに対する殺意の湧きっぷりは半端なかったよね、本当にね。ダメダメ、何度見てもやっぱりうざってえな、セフィロスな。くっそ、この野郎。エアリス殺しといて悠長にコロンビアしやがって、何様のつもりだてめ。エアリスはもう喋らない、もう笑わない、泣かない、怒らない。俺たちはどうしたらいい。何を言っているのだ、お前に感情があるとでも言うのか。当たり前だ、俺が何だと言うんだ。悲しむふりはやめろ。怒りに震える演技も必要ない。なぜならクラウド、お前はかなり意味深な言葉を言い残してね。ジェノバと戦うんですよ。赤いよね、このジェノバね。赤が特徴ですが、見破るか。とりあえずコメットを使うか。あ、この敵の技は地かな。何にも覚えてないような敵の技つけちゃったのかな。うわ、バカなことしたな。とりあえずコメットを使おう。まあ問題ないと思うんですけど、このジェノバそんなに強い敵じゃないです。だからマイティガードをかけるほどでもないと思うんですけど、これがコメットですね。結構強いな。この時期1000ダメージっていうのは強いと思う。まあでもリフレク使ってくんのか。基本的にジェノバがやってくることは、この青い光と、なんかブルーフレームだったかなんだったかの、基本的に水属性の攻撃しかしてこないんですよ。で、今、リフィに水の指輪つけてるから、まあ、クラウドとケトシは死ぬ可能性があったとしても、リフィが生きてる限り絶対死ぬことはないんですよ。なんか盗めたっけ？何も持ってねえか。で、またこのさ、エアリスが死んだ後にジェノバライフっていうのがね、また嫌味だわな。一つの命が消えた後に戦うジェノバの象徴するものがライフっていうね、生命っていうね、嫌味ったらしいわな。それがまたムカつくっていうのもあるんですけど、まずったな。じゃあもう一個の育てていた敵の技マテリアつけるべきだったか。こいつ実は結構強力な、敵の技使ってくるんですけど、まあ別にこいつじゃなきゃ絶対ラーニングできるってわけじゃないから、また後でラーニングすればいいんだけどね。すいませんね、もう絶対こういうことしないって言っときながらお見切りミスっちゃいました。申し訳なかった。あれ、ケトシ死んじゃうわ。危ね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 。こんなまずかったっけ。ホワイトインだ。あれ、使ってこねえな。待ってるんだけど、もうちょいいけるか。まだかな、待ってるんだか。これだ、来た。アクアブレスですね。これが結構強いんだけど、強えな。攻め食らうか。まあでも二人ね、アクアブレスはラーニングしといて、やっぱりもう一個の方だったか。申し訳なかったな。もう一個のだったか。じゃあ最後はクラウドで蹴りをつけるか。メテオリン、クラウドで蹴りをつけるっていうのがまたな、いいな。バリア、あー、まあバリアか。いや違う、リフレックか。ウィザードブレス、この防具、これ防具なんですけど、結構いい防具ですね。だった覚えがある。マテリアーナの数が半端なかった気がするんですが、なぜならお前は人形だ。俺が人形？かなり重要な言葉ですかね。ここで仲間が
全員ね、エイリスを見取って特定の行動するんですけど、血統者はこれ何やってんだ？そうか、自分の占いがまあ当たったってことだもんな。古代種の神殿の占いの時もあるし、血統者はかなり思うとこがあるだろうな。みんな聞いてくれ。俺はニブルヘイムで生まれた元ソルジャーのクラウドだ。セフィロスとの決着をつけるためにここまでやってきた。こんな時にどうして？俺は自分の意志でここまでやってきた、そう思っていた。しかし、まあ、人形って言われたからな。正直な、それは自分が怖い。俺の中には俺の知らない部分がある。俺はセフィロスにクロマテリアを渡してしまった。俺の中の知らない誰かがな、みんなが止めてくれなければエリスをこの手で、そういう自分が俺の中にいる、俺ではない自分が。だから俺はもうこの旅をやめた方がいいのかもしれない。とんでもないことをしてしまうかもしれない。でも俺は行く。5年前俺の故郷を焼き払い、たった今エリスを殺し、そしてこの星を破壊しようとしているセフィロスを俺は許さない。俺は行かなくてはならない。頼みがある。みんなも来てくれるよな。俺がおかしな真似をしないように見張っていてほしいんだ。見張るやなんて、そんな同じ仲間やないですか。うん、ケトシーが、今のケトシーが言うとちょっと信頼できないけど、まあまあ、でも古代史の神殿のこともあるからな。イエリスがどうやってメテを防ごうとしたのかはわからない。今となった俺たちにはそれを知る方法もない。まだチャンスはある。セフィロスがメテオを使う前にクロマテリアを取り返すんだ。うん。
この時仲間にしてるの、血糖値という日でもな、まあなかなか良かったんじゃないかなと思いますが、ここでようやくね、ディスク1が終了で指示があるまでディスクホルダー、まだ開けちゃダメなんだっけ？とりあえずセーブしよう。大体この時のイベントって、まあバレットとティファーとかね、まああとシドとかが多いんじゃないかな。まあシドは違うか。まあやっぱ昔からずっと付き合ってきたバレットとかティファーとかにする人が多いんじゃないかなと思いますし、俺もまあ実際そんな感じだったんですけど、ケットシーはなかなか入れなかったからな、この時は。まあ、ケットシーファンには申し訳ないんですけど。まあ、なのでね、なかなか、新鮮な気持ちで見ることができましたよ。というわけで、ディスク2に交換。この絵になるのもいいな。レッドサーティーンの父、瀬戸の、石像のね、石化された瀬戸の隣に、佇んでいるレッドサーティーンの絵。この絵好きだな、俺。ではね、ごめんなさい。また外で出て、ユフィ外して、ヴィンセント入れて、この先進もうかなと思うんですが、もうディスク2に来て、まあ、ちょうどキリがいいので、今回でこの収録は終わろうかなと思います。もう2時間ぐらい収録しているので。収録は一旦切ります。では、お疲れ様でした。